こんにちは、博多華丸です。明日は母の日だそうです。それでは参りましょう。花結びスタート。改めましてこんにちは、博多華丸です。そしてこんにちは、大谷静香です。リサーチャーのパタパタママ木下です。はい、ということで、はい、今週も始まりました。はい、始まりました。母の日なんかやってます？あ、なんか一応奥さんが送ってくれてますね。でも何を送ってるか知らないんですけど。そういうのがあるんですね。でも結婚したら考えてはなかった。そうよ、増えるんですから親が。そっか、ありがとうございます、教えてくれ。やば、危な、何もしないとこだから。ああ、そうですか。結構うちの家族がそういう誕生日とかそういうイベントごとやらない家族なんで、親にもそんなやったことなくて、うん、今ちゃんと誕生日と母の日とやってくれてます。危ねー、うん、はい、勝手に。だから僕は知らないぐらいですけどね。なるほど、なるほど、わかりました、はい、助かります。やります、やります。あんまり形式的なもんではないんやけど、ね、まあまあ、いやでも やりたい気持ちはあるんです、まあまあまあ、喜んでくれると思いますよ、はい、でも、はい、うちの親がなんか自分たちにお金使われるのを嫌がるんですよ、はい、なんていうんですか、うん、子供が頑張って働いたお金を自分たちに使わないでほしい感じだから、うん、プレゼントとかあげるとなんか喜ぶっていうね、もういやもういいのにみたいな、あんまり喜ぶ反応しないから、あげなくなっちゃって、はいはい、で喜んでほしい気持ちはこっちあるんですよ、うん、喜ぶならやりたいみたいな、うん、だから喜んでくれるならやりたいですね、うん、相手方のね、うん、都内やろ、だって相手方都内です、ね、はい、うん、世田谷出身の方なんで、うん、すぐに会いに行ける、うん、分かりました、はい、何歳くらいまでやるんですか、母の日。もう先を見越して、いつまでやればいいんですかみたいな言い方ですよ、それは。違う違う、まあ、始めてもないですよ、まだ。いや、みんなこういくつまでやるかなって。ずっとやる、死ぬまででしょ。ずっと母か。死ぬまで母です。あ、どうなんですか、関係性というか。はいはい、ああ、向こうの合流、なんか親御さんとの。すごい仲良くさせていただいてて、お家もよく遊びに行けて、うんね、だから別に普段してるならしなくてもこれはいいと思う、うん、そうかそうか、たまに会えないからやるよみたいな、そういうことじゃないですか、はい、うん、5月なんですね。5月の第2日曜日、日曜日が母の日で、6月の第3ですかね、父の日、うん、いろんな日がありますね。いろんな日作るのよ、何かしら、ね、でも経済もあるからでしょ。そういうことや、うん、カーネーション売れるし。なるほど、そうですよね、バレンタインと一緒ですね。うん、あ、そっか、そしたらなんか息子の日とかも作ればいいの、なんか娘の日とか、うん、そしたら親が子供になんかちょっと、うん、いい誕生日とかもあるし、なんかそういうの分散されるよ、そうなると。あ、そっか、一気に誕生日にいいものバーンじゃなくて、の方が良かったりせん。確かに、なんかそう、クリスマスがあの正月と近いからなんかさ、あ、まあ、お年玉が半分になったような、なんとなく気がした。あ、なんとなくね、はいはい、私そこの間に誕生日挟まってるんで。あ、そうですもんね、はい、全部一緒、うん、セットだ、セットセットでした。あ、クリスマスも全部、そうそうそう、かわいそうよね、だけね、かわいそうですね、それ年末年始が誕生日の人ね、はい、何もかんも、はい、なんか一緒くたにされそうよね、3つ一緒くたですもんね、お年玉までのね、そうですね、だからもし自分がもういつか子供授かるとかなったら、はい、うん、計算したい、そう、夏休みには被らない、うん、あ、けど夏生まれの子、はい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 、6月ぐらい、うん、はい、私がでも梅雨ですよね。よくないっすか、誕生日梅雨で。そう、なんかちょっと湿っぽくないですか。全然湿っぽいか。だから9月生まれとかいいな。ジューンブライドって言ってさ、花嫁。ああ、まあそうですね。6月結婚式もあるし、ね、梅雨ももうわからんよ、そんなんいつか。最近晴れ多いですもんね、梅雨ね。いや、それは知らんけど、やっぱり気候は変わってきてるしね。別に雨でもよからんもん。いいですよ、関係ない、年越し誕生日は桑田佳祐が歌ってますよ、思い出はいつの日も雨。確かにね、よくとっさに出てきますね。飛鳥さんもね、君に会う日はいつも不思議なくらい雨が多くて、雨が多くて、うん、あ、じゃあいいんだ雨って。え、八代亜紀さんも雨雨降れ降れもっと私のいい人連れて。ああ、そう、ああ、結構恋愛に雨絡んでるんですね、やっぱりいい情景なんじゃないですか、雨っていうのが。そうやね、森高さんも、うん、ね、雨は冷たいけどとかあるやん、ああ、そう、濡れて行きましょうみたいな。
そう、雨に強くないですか、雨の歌詞に。なんでそんなよう出てきますね。いやいやいや、雨の歌がもう出てこないですよ、もう出てこないですよ。だから俺、中西康弘さん、最後の最後の雨はすごい、すごい雨の上手い人はすごい。雨の歌詞好きな人。いやいやいや、それだって雨降る日は雨の歌歌いたい。俺はもう常に言ってんの、カラオケは、はい、季節に合わせと。わあ、素晴らしい。わかりますね。でもなかなかね、そのうまく歌いたい歌があるじゃないですか。それは博多座のあの若い子たちに、ね、はい、ちゃんと説法をしたよ。あ、うん、そうですか、はい、若い子たちが、喫煙者の方たちがカラオケが大好きで、うん、よくこうみんなで行かれてたみたいで、はい、はい、うん、なんていうの、季節に合わせなさい。じゃあ桜の曲ですか。まあもうちょうどね、うん、時期はできないよかったし、うんうん、桜ソングいっぱいありますからね。ただ雨ソングこんな出てくるのすごいですね。桜ソングが分かる、うん、でもやっぱ雨の日に歌った方がやっぱしっくりくるし、ピカピーカンの昼間のカラオケで雨の歌を歌われてもってこと。ピーカンの昼にあんまカラオケ行かないですよね、大人になってから。いや大人はね、あれは女の子たちはすごい、学生はね、確かにね、はい、そうだから6月は6月でやっぱその雨がしっくりくるし、うんうんうん、6月生まれね、夏生まれ憧れますね。いい、ああ、どうしてもやっぱおはこから行きたいから、この歌一番こう得意だみたいなとこから行くっていう気持ちもお察ししますけどね。かといってそれがなんか例えば白い恋人たちやったらさ、はい、ええー、やー、南半球やないんばい、ここはって思う。そっか、白い恋人たち歌いたい時もあるじゃないですか。いや、それはやっぱ11月やね。11月から12月の上旬まで、ちゃんとあるんだ、季節。なんとなくでも分かるかも、それは。やっぱスナックとかで歌うからじゃないですか、その。でも一人で歌わないの、一人カラオケはいいよ、勝手にクリスマスソングして人に聞かせるっていう意味でってことですよね。まあだからやっぱサービス業としてはね、ちょっとちゃんと覚えとこう。季節感の方がテンション上がりますね。そうそう思うけどね、それは分かるかもしれない。はいはいはい、だからそんなに歌が自信ないし、はい、だからこそこう合わせて顔色を伺う選曲をするっていう一つの、そうですか。そう、行く人によって歌う曲変わりますもんね、やっぱり。やっぱ結婚してないのに結婚し、あの、なんかその夫婦の歌とか、はいはいはい、ね、はい、似合わないし、はいはい、とかよ、子供がいないのになんか子供のことを歌う歌とかも、はい、なるほど、いい歌やけん歌う人もいるけど、まあ、はい、そうか、そうですね、やっぱしっくりは来ない、ね、はだからですか、僕その女子の皆さんとカラオケにちょっと一回行ったんですよ、うんうんうん、それを言ったら何を歌ったんだっつって僕の歌った曲を全部言わされて、うん、それチェックがあったんですよ、それは。ちゃんと全部言わされてもらう状況に合ってるから俺はそれ気になる。ああ、どうでした？いや、それはでも僕もそれ、これ歌った通りやからね。歌えてって言われたりとかするんだけど、はい、うん、もう見た目のみでサンボマスターを歌って、はい、とか言われてから歌っていただけなんで、何のあれもないんです。嬉しいよな、でも10代の子にいじられて。そう、最高でした。歌ってって嬉しいですよね。歌ってってみんな盛り上がってくれて、うん、はい、ね、はい、で泣きながらお会計したやん。最後。でも安かったですよ。昼のカラオケ安いですね。うん、そうですね。でお酒飲まなきゃ。はい、そうです、ね。そっか、ドリンクバーで。そう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 。うん。俺とは違うよ。そうですね。はい。俺らが大家ちゃん連れて行った時はやっぱ高かったな。遠慮ができなくて、すいません。狩猟の遠慮が。すぐ、どんどん頼むから。あれ、グラス何個来た？怖い。 いや、楽しいければ楽しいほど飲んじゃうね。素晴らしいですね、はい、はいはい、この番組はこんな私たちが東京と福岡を結ぶトークバラエティ番組です、はい、番組では皆様からのメールお待ちしています。番組の感想、福岡のニュースたくさん送ってください。宛先は花むす @rkbr.jp hanamusu@rkbr.jp です。はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。花結び、博多華丸が福岡と東京を結ぶ30分、聞いてくださいばい。東京には届かない福岡ニュース。さあ、福岡でどんなことがあったんでしょうか、教えてください。一つ目のニュースです。博多大砲ラーメン閉店。
福岡市春吉にある博多大砲ラーメンが5月いっぱいで閉店することが分かりました。国体道路沿いにあり、うん、中洲で飲んだ後などに賑わっていたお店が60年の歴史に幕を閉じます、うん、原因は店舗の老朽化とスタッフの体調不良ということです、うん、閉店前にもう一度食べてみてください、うん、60年もやられてたんですよ、うん、玉屋のとこね、そうです、うん、まあよく通りますよね、うん、なんかあった時に、うん、はい、それがなくなってしまうということだ、うんうん、ちなみに玉屋は4月20日にリニューアルオープンしましたね。あ、そうですね、はい、その横の大砲ラーメン、はい、うん、何度か僕も行ったことあります。うん、独特よね、うん、そうですね、あんまない、匂いがね、はい、うん、豚骨っていう感じですよね、昔の豚骨って感じ、うん、ああ昔のね、そうですね、こってり、あの大砲ラーメンとはまた別やろ、別なんです、久留米の、ね、そうです、そうです、あ、そうなんだ、そうです、博多大砲ラーメンと久留米大砲ラーメン、久留米は大砲ラーメンって名前ですね、こっちは博多大砲ラーメン、久留米の方しか食べたことないから、うん、本当だから60年前の味なんでしょうね、そのまま多分レシピが、そうだろうね、いつまでですか、ちなみに、5月末でいっぱいで、うわ、もうすぐだ、はい、うん、今月中、ね、うん、ぜひぜひ、だからなんかお卒業の歌とか合うかもね、大砲ラーメンの大将は、大将にどこで聞かせるんですか、大将とカラオケ行く時ないんで大将が今カラオケ行くならそれ歌うしかない、行くならそうかね、そういうのを考えてカラオケを歌い、なるほど、あんま考えたことなかったですね大江さんも好きでしょカラオケ、大好きです、カラオケ考えた方がいいですよね、じゃあ私割と考える方、考える方で、うん、曲、曲と、うん、割と幅広く歌知ってると思うんで、はいはい、どれ歌いたいとかじゃなく、その人とたちに合う、うん、とかその季節に合う曲を歌うのが好き、キャンユーセレブレート歌った、あれか歌ってない、カラオケ行ってないです、1年間だけよそっか、そ、ね、歌えるのね、あ、この1年ぜひ盛り上がりますよ、それ、いや、そら盛り上がる、そら盛り上がる、いいんじゃないですか自分に、恥ずかしいの、確かに、でも、ね、今しかないです、ね、今しかない、はい、永遠なんてね、言葉知らなかったよねやただ本人離婚したけどねいやー、そうですよね、まあ、それ俺福岡ドームで見たもんな、キャン、あ、ライブ、あ、そうですか、見に行った、その時にちょうど発表したのキャンユーセレブレ、うそ、二十歳でしたもんね、まだ天野さん20歳、二十歳で結婚されてた、二十歳ぐらいしましたね、かっこいいな、はい、まあ、大砲ラーメン、はい、はい、ぜひぜひ行ってみてください、はい、行ってみてください、続いてのニュースです、うん、実証試験でコバエ大量発生、九州大学大学院が釜石の廃校でカブトムシを使った実証実験を行っていたところ、コバエが大量発生し近くの住宅に侵入する事態につながったことが分かりました。大学によりますと、カブトムシの飼育容器の一つからコバエが大量発生、捕獲器や粘着シートでコバエを捕まえる対策を取りましたが、繁殖を抑えられず近隣の住宅にコバエが大量侵入しました、カブトムシへの影響を考慮して殺虫剤を使わなかったことが原因とされています、現在は殺虫剤で駆除し住民には謝罪文を提出したということです。大変ですね、確かに殺虫剤をね、カブトムシが死んじゃうからっていうので使えなかったということなんですけど、勝見さゆりさんね、勝見さゆりさん、はい、吉本の、まあ、はい、はい、勝見さんが、はあ、そのカブトムシの飼育でちょっと大儲けしようと思って、はい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 、そしたら奥さんのさゆりさん、さゆりさんが間違ってバルサン炊いた、うわー、で全滅したっていう、うわ、爆笑エピソードいいですね会社と、はい、悪気はないですから、ね、悪気がない、面白いなでまた借金が増えるそうそうそうはい、滑らない素晴らしい、ね、いやでも本当に本当に一瞬目話したらコバエとか虫湧きますもんね、カブトムシって、あ、そうなんですね、はい、やっぱ男兄弟だったから結構飼ったりしてたけど、本当に兄がめっちゃ好きでカブトムシとか、本当に一瞬で虫湧きます、ね、俺あの学校でなんか幼虫、カブトムシの幼虫を、はい、なんかあの後ろのなんか道具入れみたいな、はい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 、棚みたいな、棚ありましたね、そこに父ちゃんの紳士靴の靴入れに、おが靴と、はい、10匹ぐらい、はい、入れて。入れて。
そしたら、あれ、かじるんよね。やっぱ歯強いから。はい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 。で、ダンボールを破っちゃう。破っちゃって、外出とって。え、知らんで、うん、みんな踏んで、え、大事になった。最悪。大事になりました、あれは。はい、その思い出しました、幼虫。は、コオロギも歯は強いんですよ。で、私、トカゲ買ってた時あって、はい、で、餌がもうコオロギ、生きたコオロギ。言いますね。だったから、爬虫類ショップに行って、その、袋に入れてもらって、うん、空気含んだ袋に、本当に100匹くらい、餌用にね。コオロギ買ってきて、で、一応餌用のか、虫かご、もあったんですけど、その日予定があったから、その、買い物してきて、その餌ポイって置いて、出かけて、帰ってきたら、もう100匹部屋中。ビニール破いて。はい。自分たちで破いて。怖っ。あれいないと思ったら、家中にいて。どうしたん、もうトカゲ放つしかないよね。いや、もう、お腹いっぱいになっちゃう、お腹いっぱいになっちゃう。だからもう、見えるのは、ここで手で取って、虫かごに入れて、はい、で、あとは寝てる時とかに鳴き声がしたらパッと起きて。捕まえて。捕まえて。鳴き声を頼りに捕まえて、なんか、何日か同居しましたよ、コオロギと私。100匹ぐらいですか。スズムシならね。そう、まだ多いから気持ちいいけど、コオロギやな。コオロギちょっとジジジジジみたいな。気持ち悪いしね。そうですね。そうなんですよ。服とかにもね、入ったりして。はい、はい。靴の中とかも全部見て。虫好きでよかったと思って。虫好きじゃなかったらもう最悪でした、あの状況。いや、虫好き。っていうか、虫好かんやつはトカゲ可愛い。確かに確かに。そう、かわないから、ね、触れないから、はい、でも俺は子供の時好きやったけど、大人になってもダメだったな。トカゲですか。いやいや、虫ですか。あ、平気やったけど、子供の時なんで好きなんでしょうね、虫のこと。子供のなんかちょっと古文みたいな感じじゃない。ああ、でもそれはめっちゃあるかも。自分の親に虐げられてるな。いや、俺がそうですね、主導権を握れる相手は、はい、虫しか。犬すらちょっとやっぱり、犬の方がでかかったり。確かに。はいはいはい。でもそうかも。虫かごに入れて、自分がってなるから。だからポケモンよ。ある意味ね。ああ、でもそうかも。そうっすね。発想って、そっから来てるよね。うわ、そうかも。うん。集めてね。集めて、カプセル入れて、ってことやろうがね。向かわせて、自分の言うこと聞かせてみたいな。で、成長させてとかやな。だけどあれ、虫ポケモンとかさ、最初カイコやったのに、だんだんこう、強くなって、強くなったり。なったり。するやん。確かに、そうですね。大人の子分にしたいんかもしれないですね。だから、やっぱその子供をいつかね、育てるとかいうのの練習かもしれない。虫が。ああ、虫を育てて。まあ、最初のね、生き物と接する。生き物と接するっていうことで、あ、言うならばそうかもしれないね。たまごっちとかも。はい。そう、飼育ですもんね。俺、娘がたまごっち、その、兄弟で取り合って、はい、ちょうどおでん食べてて、その中にポトンと。うわ、いや、卵入れるけど。おでんにも。たまごっちかい。本当になかなか手に入らんの、手に入れたのに。ちょっと貸していかなくて、ポトンと落として、もう、やっぱ。タバコっちマジ水に弱いから。水に弱い。マジ水に弱い。すぐ死ぬ。な、水どころかおでんやからね。熱いし。熱いし。味だけ染みて。染みたいな。秒で染みて。秒で染みて。はい。次のニュースいきたいと思います。スタントマン交通安全教室。福岡市の高校で自転車に乗ったスタントマンが事故をリアルに再現する交通安全教室が開かれました。自転車が見通しの悪い交差点に進入して車と出会い頭に衝突する事故を再現。衝突した弾みでスタントマンがボンネットの上に跳ね上げられると、生徒たちからは驚きと恐怖の声が上がりました。また、左折するトラックに自転車が巻き込まれる事故や、スピードに乗った自転車が歩行者に衝突する事故も再現されました。生徒たちは自転車の危険性を改めて認識することができたようです。こういうのがあるんですね、教室は。面白そう。うん、実際に見れるんだ。はい。結構派手でバーンってなるから、わーってなるでしょうね。でも実際恐ろしいことだなっていうのも、わかりますから。うわー、結構な写真ですけど。ホームページの写真。うん、突っ込んできてるでしょ。ねえ。スタントマンすごいよな。これでもこっちからこ
このくらいの速度でぶつかってくるって分かってるから怪我しないんでしょ。実戦は無理ですよね。不意つかれたら、たとえスタントマンでもやっぱ受け身取れるけど、リハやってますから、で普通の人よりきっと受け身は上手。まあそれ反射的に、なんか柔道やってる人とか、やっぱその反射的に受け身は取るかもしれないけど、でもこれぐらい衝撃あるよっていうことを教えてくれてる。音とかすごそう。本当はだからこうなるわけですからね。跳ねられたことありますか？車に跳ねられた。ない。ある。僕、小学校の時に、本当軽泥やってて、僕が刑事で、最悪や。飛び出したんや。飛び出したんです。泥棒がこう曲がったから、僕、大きい泥、僕が悪いんですよ、本当完全に。大きい泥にバーン飛び出したらもう、バーンって跳ねられて、もう本当壁まで吹っ飛んで、救急車です。で、2ヶ月入院。いやー、それありました。怖いよね。怖いですよね。起こすのも怖いし。ね。いや、起こすの怖い。今、特に音がね、静かな車も多い。そうか。確かに。ね、わからんもんね。はい。西通りとかわからんよね。後ろから車が、おわっと。西通りはあの、ほら、歩行者天国。はいはいはい。そうですよね。で、おっと思って。びっくりするよね。小学生の時とかって自分最強だと思ってるじゃないですか。なんかさ。ちょっとなんか、選ばれし人間なんじゃないかみたいな。いや、小学校の時はやっぱり、自分は特別。そうですね。って思うじゃん。多分、その感覚が抜けてなくて。車とかこう走ってるの、普通に走ってるの見ても、このスピードでぶつかられたって、死ななそうだなとか思っちゃうし。でも、スタントマン向きかもしれない、私。スタントマンもそんなこと思って、スタントマン。でもやっぱ恐怖心あったらできないじゃないですか、はい、多分。私多分恐怖心が人よりないんで。でも女性であんまり少ないでしょうし。感じないというか、先の予測ができないんですよね。多分みんな。無鉄砲みたいなことですね。そうです、そうです。みんな夜道歩いたらこういうことが起きるかも。とか想像して怖いじゃないですか。その想像力が多分欠落してるんですよ、私。バンジーの紐が切れるかも。とか。そういうこと考えられないんですよ。だからこう。やってみたいなって思います、ね。はい、そんな感じです、ね。はい、はい、はい、番組では私たち東京在住の福岡県人に教えたい福岡のニュースなど皆様からの情報をお待ちしています。さあ、ということで花結びいかがだったでしょうか。福岡の皆様、ホークス戦の中継のためちょっと5分間短いということでございます。はい、そして、MRT 宮崎放送をお聞きの皆さん、5月19日の放送じゃなくて5月26日、の放送は特番のためお休みということでございますので、再来週お会いしましょうということだけちゃんとお伝えさせていただきます。はい、はい、ということで、はい、はい、どうでしたか、結婚して最初の収録でしたけども、はい、一発目の仕事でした、最初の収録。ああ、最初の仕事で、もうなんかママチャリで来た主婦みたいな、うん、そうですよね。本当。いや、なんか分かんなくて、なんかその綺麗にしていくのもなんかこいつなんかお祝いされると思ってんなとか思われたらあれだなとか思ったら、逆にちょっと汚い格好で来すぎちゃって。いや、それだって世界丸見え特捜部でたけしさんになんかブシュってされて、その後の収録のジャージみたいな着替えてきたやつですね。一回履けて着替えてきた人、はいはい、考えすぎちゃって分かんなくなっちゃった。その服装が、ね、はい、分かんなくなっちゃって逆いっちゃいました。大家さんらしい、まあまあらしいよね。はい、まあ本当でもね、どうやら恐怖心がないそうなんで、ぜひ、そうですね。いや、本当でも海外ロケとか見てみたいな。見てみたいです、大家ちゃんの。ね、パスポートも買えないと。で、結婚祝いのちょっとメールもたくさんいただきましたけど、後で読んどいてください。あ、そうですね。個人的に読んでおきます。皆様メールも引き続き送ってください。ファンクラブの方もね、結婚しても続いております。続いておりますので、ぜひファンクラブの方もメッセージ送りますので、はい、入ってくれたら嬉しいです。はい、というわけでございまして、おい、ここまでお相手は博多華丸と大家志津香とパタパタママ木下でした。また来週。